皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑貫はですね、ちょっと、うん週刊手帳術の中で、えー、タブーと言われている、まあ、ちょっと振り返りの話をするんですけども、えっと、まあ、しないしないとは言っているものの、あえてするとしたら、 どうしたらいいかというか、どうするかみたいな、ちょっとそんな話をちょっとします。で、えー、っと、まあ、考えてみたんですけど、まあ、質問は、えー、5つあって、で、ん、その5つも、ちょっと、どう、どうしようかなって思ったときに、うん、基本は、イエスで答えられる。 そういう質問にしようと思いましたというところで。まあちょっとだから、あの、本当に言うと思いつきです。で、あの、まあまあ本当に、あの、じっくりこう振り返りする人には、なんのこっちゃだと思うんですけど、あの、振り返りが嫌いな人はちょっと参考にしてみていただければいいと思うんですね。で、えっと、その5つをこれからお話しします。で、1つ目は、 えー、完了できましたかという質問。で、二つ目は、えー、改善点があったとしたら、それを手順に反映しましたかということ。で、三つ目は、えー、是正する点がもしあったとしたら、えー、手帳に日程に反映しましたかで、四つ目は、えー、先取りできましたかうんと、これは、 中間手帳術でいうプラス1のタスクが、えー、できましたかという、そんな質問。で、最後5番目。えー、明日の予定が手帳に、えー、反映しましたかという、その5つの質問です。で、えっと、これは、うんまあ、ちょっとはね、明日、月次の話もしてみたいと思うんですけども、あの、基本は同じ考え方です。で、あの、 まあ最初に冒頭でお話しした通りえっり、と、基本イエスになるようにしたいので、あのー、基本はその, <laughs> まあその振り返りっていう時間をこう待つまでもなく、たぶん多分イエスになるっていう、えー、準備をしておいて、まあ、イエスになるって思ったら、えー、そこで振り返りをして、で、一日が終わるみたいな、えー、そんなことではあると思うんですね。 で、あの、今日はね、ちょっとね、一応その5つの,5つの意味合いをちょっとお話ししていくんですけど、まあ、一番目はい,いいですね。その完了できましたかっていうのは、まあ、そのタスクが全部終わったかどうかっていうのを確認しますというところなので、まあ、これはいつもの通り、えー、終わるまで寝ないでねっていうそ、そういう考え方です。だからタスクが終わる、終わってるっていうのを、えー、分かった上で、イエスになるようにする。 で、二つ目の、えー、改善点が、えー、手順に反映されたかっていうのは、えっと、これもその手順書っていうのを基本作っておいた方がいいと思うんですけども、その、えー、改善点はその手帳に記すんじゃなくて、えっと、その手順の方に記しておいて、いつでも使えるようにしておくという、その状態のところまでやっておいて、初めて終わり、完了という意味なので、 あの、ま、まずそれを、えー、手順の方に反映していく。えそれができましたかという質問。なんで、えっと、実行してる間に、えー、改善点を、うん、手帳の中、手帳じゃなくて手順の方に、ちゃんと書き写しておくということ。で、えー、3番目の、えー、是正点を日程に反映したっていうのは、その、今日できないときっていうのもきっとあると思うんで、そんなときに、それをやるのがいつですかと。 いうところを、えっ、ー、と、必ずその、えー、トゥードゥーリストみたいなものじゃなくて、えー、きちんと日程の、手帳の日程のどこでそれを、えー、挽回するんだということを決めましたねっていう、そ、そこのところまで決めて完了ということ。で、四つ目も、これもそんなに難しくないと思うんですよ。要は、その、プラス一のタスク、えー、第二領域の、えー、タスクみたいなものをしましたかと。 いうところですね。まあ、それは、えっと、先取りみたいな話なので、えっと、要は、言われてから動いてる話じゃなくて、自習的に何かをしたという、えー、そういうことをどれだけしたかというところをえ確認する意味で、先取りできましたねっていう、そんな説問ですと。で、えー、最後の5つ目。これもそんなに難しくないと思うんですけども、あのー、明日の予定を えー、明日以降の予定を、こう、きちんと、こう、タスク、手帳の中に反映しましたか、ということです。これも、えっと、是正と一緒で、あの、トゥードゥーリストみたいな、い,いつやるのかわからないところじゃなくて、きちんとやる日を決めて、えー、反映しましたよね、っていう、そういう5つになります。なので、あの、ちょっと説明の通り、基本はイエスになるはずですと。 というところで、あのー、私が思うその、振り返りをしなきゃいけない時っていうのは、この施設問とかがノーになっちゃう時があると思うんですね。そのノーってなっちゃった時に、初めて、えー、振り返りとか、その手帳に向かってなんかこう、つら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 書かなきゃいけないとか、えっ、ー、と、自問自答して、その、今後どうするんだみたいな話をしなきゃいけないんでしょうけど、そうならないようにするにはどうしたらいいかみたいな、えー、そんなことではあるので、 あの、イエスになるとすれば、す、え、で、ー、にその、一日のその、生活の中で、イエスになるような条件を整えておいて、えー、寝る前に振り返りをして、で、えー、5つの質問に全部イエスと答えて寝ればいいという、そんなことになるんじゃないかなと。 思います。で、まあ実際私じゃあ今どうしてるかっていうと、手帳パッて開いて、あの、それが終わってるって分かってるから、それをパタッて閉じて、はい、降りっていう、そんな感じで、えー、やっていますんで、あの、実際にはもっともっと簡略化できるんじゃないかなというふうには思いますけども、まずはその <laughs>、振り返りをしないって言っても、いやいやいやそ,そうは言っても、ちょっとしてみたいじゃんとか <laughs>、今まで振り返りしてたんで、 ちょっとなんか気持ち悪いなと思ったら、ちょっとそんな風に考えてみてはいかがでしょうかという、そんな、えー、中間手帳術ならではの振り返りの仕方という、そんな、えー、ことをちょっとお話ししました。ということで、なんかの参考になればいいかなというふうに思いました。今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。